はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。ここは17号線国道下函館を右折します。まあこちらね、もう下函館なんで、ここは北吉町です。まあ、渋川市になってます。もう全面にね、まあ山っていうかな、北吉町全体が山になってます。こういった上り坂ですよ。北吉温泉坂東という直進 700m。 今日はねちょっと雨模様ということで、まあ自社ね、まあ、ちょっと今日はいいかなって気がしています。こういった左側にもね、木曽神社というそういった文字塔がございます。すごくね、北吉町はね、まあ、上り坂っていうかな、町全体が山です。100m ってありましたよね。あ、もう左ですね。どうでしょう、この先 200m です。まあ、来たことはね、まああるんですけど、あ、その上ですね、左ですね。ああ。まだお湯に入ったこともあったようなないようななんかあやふやなんですけど、今日はちょっと観念して入りましょうか。別にまあ観念する必要はないんですけどね、山でしょ、全てがこんな感じね。営業時間10時から21時、まあ、そんな感じ。できれば少しでも入り口に近い方が、はい、すーご、まあ皆さんも来てますね。温泉坂東の世代間交流ふれあいセンターです。ちょっと回ってみましょうか。まあここもね、まあ高台にありますよ。こういった感じ。ここね、2時間300円食事を中でね、館内でね何かいただくと、まあ、3時間になるっていう、まあ、かなりですね魅力的な価格設定ですね。もうこんなにいっぱいいますからね。うん、この上はまた高台になってて、まあ、展望台か何かなのかな。まあ、そこに登っていくね、まあ、階段がありますね。こういった感じ。じゃあね、まあ、館内なかなか撮影難しいんですけど、じゃあ入っていってみましょう。はい、まあ、館内にいます。まあ、今ね、まあ、受付済みました。まあ、一番短い時間ということで、まあ、300円です。じゃあね、こういったね、まあ、カードを渡されました。そして今ですね、まあ、こちらね、これを注文しました。まあ、こちらを注文するとね、まあ、本来だとね、まあ、2時間が3時間になるんですけど、今日は特別にですね、3時間が4時間になるそうです。まあ、4時間いて、まあ、300円っていうのはね、なかなかいいですね。じゃあこれが届くのをちょっと待ってますね。届いたようですよ。はい、どうも。あちらでよろしくお願いいたします。
ってもらいましょうか。こんな感じのラー、うん、とっても美味しそうですね。このアングルで大丈夫かな。ではいただきます。550円、まあ、会計はね出るときです。まあ、これでね4時間いられるんで4時間いるのも大変だと思いますけど、あ、美味しいですね。シナチックかな、うん、なると、厚切りチャーシュー、ほうれん草、そして長ネギ、こんな感じですね。麺はどうでしょう。うん。
ごちそうさまでした。まあ4時間いられるね、今日はサービスデーということだったんですけど、およそ1時間半しかいられませんね。なかなか大変ですね。でもお湯はね、本当にいいお湯で、どうしてこんなに高台なのにあんなにたくさんお湯が出るんでしょうね。はい、奥津温泉坂東湯でした。ご視聴ありがとうございました。